大明貞幸は、北海道上磯郡上磯町出身で、出羽の海部屋に所属した大相撲力士。本名は、柴田貞幸。現役時代の体格は181センチメートル、115キログラム。最高位は、東小結。特異種は、突っ張り、叩き、左四つ、より、大相撲屈指の黄金時代と言われる、土地、若時代の名力士として知られている。引退後は、 年寄り、大野松を襲名した。地元の高等小学校卒業後自動車の運転手として働いていたが体格が大きくもともと力士志望だったため、同じ大島市長の福島町出身の千代の山を下手ではの海部屋に入門し、1944年1月場所において初土俵を踏んだ。当初の嗜名は本名でもある柴田。その後、 ともえほのしこ名で1949年1月場所で重量へ昇進、大明と改名した1950年9月場所で新入幕を果たした1。1 8 1十五1 1 5ラムの長身創句だった。初めて幕内上位に上がった1952年9月場所では4日目に東、富士を破って金星を獲得したほか、年、 5月場所では、西前頭9枚目で12勝3敗と好成績を残した。同場所では、大関、若野花との優勝決定戦に臨み、敗れて、優勝は一したものの生涯唯一の三勝となる、関東賞を受賞している。金星は若野花などから通算5個挙げている。以後は激しい上突っ張りと左四つでの寄りを武器に、三役から幕内上位の常連となった。 若の花には1959年11月場所6日目の一番で念願の初勝利となる金星を挙げた。丈夫で休まないことでも知られ、1963年1月場所7日目に史上初めて初土俵から通算1000回連続出場を達成し、翌8日目には土俵上で特別表彰を受けた。記録に関して協会から表彰を受けたのは大明が初めてと言われる。 連続出場は1068回まで伸ばしたが、右アキレス腱を断裂したために同年、11月場所を休場、この場所限りで現役を引退した。引退後は、年寄り、大野松として出羽の海部屋付きの親方となり、勝負審判も長く務め、1992年、9月場所限りで、定年退職した。1996年1月14日、生居、去年68、 当時ふれる取陸口から人気は高かったが、若い頃から額が剥げ上がっていたため、大光とも言われていた。大明は入門前に運転手の仕事をしていたこともあって、報道陣や講演者が自動車でやってくると、慶子はそっちの毛で自動車を覗いたり、触ったりするのが好きだった。1959年11月場所前、講演者の一人が、関取、そんなに車が好きかい,い よし、今場所若の花に勝ったら、車をプレゼントしようと言われたものの、過去若の花には決定戦含め10連敗中と、全く歯が立たない。この場所東前頭4枚目の大アキラ、若の花との対戦は6日目にやってきた。大アキラは、負けて、もともと、一か八か、これで行こう。と腹をくくって土俵に上がった。立ち合い、長いリーチを生かして、若の花の出花を突っ張り、 頭を下げて出てくるところを思い切って、体を開いて叩いた。すると、あれほど難攻不落だった若の花がバランスを崩して、ばったりと両手をついた。若の花から初めて白帽子を上げ、約束通り自動車を物にした。ありがとうございます。